カルバドスカルバドスもしくはカルバドスはフランスのノルマンディ地方で作られるリンゴを原料とする蒸留種である。なお、この地域以外で作られる同様の蒸留種がカルバドスを名乗ることはできずアップルブランデーと呼ばれ区別される。原料としてリンゴのほか、10から30%程度の西洋梨を使用することが多い。カルバドス AC カルバドスは奥の対象である。 カルバドス奥地区は、カルバドス、マンシュオルヌの各県の全域に加えて、ウール・マイエンル・サルトとウール・エロアールの一部を含む。より限定された、カルバドスペードージュ奥の地区は、カルバドス県の東端と、そのいくつかの隣接地域に限られる。マンシュ県の一部などを産地とする、カルバドス・ドン・フロンテ奥もある。リンゴの実を絞って得られる果汁を発酵させて、シードルを作り、 これを蒸留した後ちたに詰めて熟成させることでカルバドスが作られる。西洋用なしの果汁を発酵させたペリーが混ぜられることもある。用いられるリンゴは多くの品種があり、スイート、サワー、ビターの性質を持つ品種をブレンドして用いる。奥の規定では果汁の抽出から蒸留までの期間はカルバドス奥とカルバドスペイドージ奥では21日以上。 カルバドスドンフロンテ奥では30日以上とすることが、それぞれ定められている。上流方法は、カルバドスペイドードオ奥では2回上流、カルバドスドンフロンテ奥では多段階、連続完流上流、カルバドス奥はそのいずれかの方法を取ることと、定められている。上流の後は、多くンに入れ、カルバドス奥と、カルバドスペイドードオ奥では24ヶ月以上。 カルバドスドンフロンテオクでは3年以上熟成させる。トロはアボレーションズ、トロアテルワーズ。www.idac-aoc.fr.2021 年10月24日閲覧。ありがとうございます。